ジム・アコスタは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、ニュース専門放送局 CNN のホワイトハウスの報道記者である。キューバ系アメリカ人、ジェームズ・マディソン大学を卒業後、バージニア州のラジオ局ベバに勤めたこともあった。1994年に、フォックス放送が所有し、放送をする WTTG でデスクアシスタントとして働く。 1995年には NBC のホバー TV でテネシー州のノックスビルでリポーターとなり1998年まで勤めた1998年から CBS に勤め始める同年から2000年まではダラスの KTVT2000 年から2001年まではシカゴの WBBMTV2001 年から2003年までは ダラスとシカゴの両方をメインとしながら、CBS ニュースの特派員として働く。その後、2003年2月から2007年3月まで、CBS ニュースのニューヨークをメインとし、後に、アトランタイと移った。CBS ニュース時代は2004年、アメリカ合衆国大統領選挙の民主党代表、ジョン・ケリーやバグダッドのイラク戦争、ハリケーン・カトリーナを担当した。2007年4月、 CNN に入社。2008年アメリカ合衆国大統領選挙中、民主党からのバラク・オバマやヒラリー・クリントンを報道した。2016年にはオバマ大統領のキューバ訪問に同行した。2017年1月11日、トランプタワーで行われたドナルド・トランプの大統領選挙後初の記者会見で、アコスタは大統領選中のロシアとの関係について、 質問しようとしたが、トランプはバズフィードと CNN を批判し、質問への応答を無視した。ありがとうございます。